ホスこんばんは。かわいい。ありがとう。お疲れ様、お疲れ様。こんばんは。はじめまして。嘘ですね。嘘は良くないですよ。ありがとうございます。なんか、うわ。こんばんは。うん、ハート。またハートくれたん。ありがとう。フラペチーノさん、ハートありがとう。お披露目イベント来てらっしゃったよね。見つけました。えじおちゃんは、えじおちゃんこんばんは。元気してた、元気ですよ。今日もね、私は踊りました。なのでヘトヘトではあるんですけど、ちょっと本当にやばいって感じ。こんばんは、こんばんは。お初にお目に。みんな嘘ばっかつくね。嘘をつくの流行ってる。そんな流行りはやめた方がいいよ。てか、こんばんは、やっほー。声遠い。なんか今日いつもより声遠そう。大丈夫そう。みんな音量上げといて。嘘じゃなくて間違って美味しい。あ、そういうこと。間違いかい。なんやねん。ちご、こんばんは、こんばんは。間違ったのね。うん、 HP あといくつですか。 HP ですか。そうですね、あんまりないです。35とか。微妙刻んじゃった。ちご、こんばんは、やっほー。こんばんはです、こんばんはです。イエイ。いやー、やばいね。頭がパニックって感じ。てか、こんばんは。お見送り分かってくれたなら。そう、お見送りの時に、え、なんか名札だっけ、なんかさ買い取ったよね、お名前を。見つけました。てか、こんばんは。発見しましたよ。音量マックス。え、ちょっと今日声遠いかな。遠いですか、声教えて。 HP えヒューレットパッカール。そのなんか略し問題。ちょっともうちょっと近づけられるかも。ちょっと待って。やばい。やばいです。ちょっと大事故。待ってください。パッ。よし。え、今のなんかやばいの映ったりしてないよね。大丈夫そう今の。違う、こんばんは。大丈夫そう今の。こんばんは。いい床ですね。やっちまった。え、やっちまった。さすがに今やばかったね。今やばかったね。ねえ、なんか映ったりした。やばいの映った。え、やばい。床私の床は汚い。やっちまった。坊主。あ、坊主はね、なんかさ曇ったね。大丈夫そう。坊主はね、ユーニャンがね、坊主って言ってきた。違う、なんか倒れた。土日雨かで、こんばんは。さっき押しぶどう見てきた。なんか前がかかってる。え、中になったら何も見えてない。あ、見えてない。え、本当に見えてない。絶対見えてないね。え、先に言って。なんか見えとったらもう自分でもう見せるもん。なんなら。こんばんは、こんばんは。え、本当に何も見えたら、多分だけどこう倒れてこの服に着地したよ。だからこうなったんだけど。大丈夫そう今の。マヤがかかってる。なんか大丈夫そう。指紋かな、なんだろう。今夜はなんとかわからない。曇ってるなら結構出さないと。指紋、それはもう来期の話やな。大丈夫よ。大丈夫、本当に大丈夫だった。心配。私のね、今ね、危ないものはね特にないんだけど。別にそんな危ないものなんか家にないんですけど、そもそもちょっと床が汚いかなってぐらい。何も見てなかった。意外と正直者は信じて。本当、何も映っとらん。よかった。でも多分こう倒れてこうなってここになったから黒かったと思う。こんばんは。口紅決まってる。ありがとう。今日なんかちょっと濃いな。濃いね。大丈夫そう。これちなみにオレンジ系。こんばんは。うん、スキャモンさんバラありがとう。ありがとう。濃い、何濃いどういうこと。濃い。野菜マシマシ。あら、こんばんは、やっほー。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あー、うん。ちなみに明日はコンタクトちゃんとワンデーのちゃんとしたのを使うので安心してください。こんばんは。よいしょ。うん、なんだ、かわいい5個ありがとう。上村さんかわいい、ありがとうございます。やったね。明日クルクルに会えますか。え、明日多分会えると思う。え、クルクルさん何時間目やったっけ。クルクルさん5時間、あれ5
くるくるさん何時間目やろ、かぶっ、え、なんだろう、二人んかぶってない時間、違う、なんていうの、休みの時間が一緒やったらあれよね。福山は初めましてかな。そう、私福山初めて行くんですよ。なんか噂によると岡山寄りだよっていうのを聞いたかな。こんばんは、こんばんは、いちご、こんばんは。お初にお目にかかる、嘘ですね。ええ、うん、東も入れたけど大丈夫、え、そうだね、地震あったんですよ。大丈夫ですか、皆様こそ。福山城が駅前にあるから見て帰って、え、そうなの、駅前にあるの見れるかな。見れたらじゃあ見ときます。これで思い出したんやけどさ、言っていいんかな、言っていいんかな、わかんない、言っていいよね別に。なんかさ、振りがあるんよ、ダンスの振りはあると思うんだけど、どんなダンスにおいても。なんだっけ、ペダルか、ペダルのね、ペダルの練習しとるときにね、なんかこういうな、足のステップみたいなのがあって、それをやりながらね、こういうのをねずっとね、ユーニャンとずっとやっとったんよ。なんか怖くないって話をして、怖いよねって話。もうちょっと、うん、ちょっと今日あんま頭割ってなくてうまく喋れん。くるくるは5時間目と6時間目、え、じゃあ私が多分3時間目と5時間目だった気がするから、4時間目とかぐらいだったら話せるんかな、話せる、会えるかな、会えますかね、会えたら嬉しいです。いちご、こんばんは。くるくるさん、くるくるさん咳しとったから、龍角さんチャンスなんじゃないの。こんばんは、こんばんは。日に上場好きになってしまう、ありがとう、ありがとうございます。やったね、一度公開した曲の話なら、あ、大丈夫、じゃあ大丈夫ですね。お好み焼き、広島と福山ちょい違う、ちょい違う、そうなの、府中焼きっていうの、お好み焼きが、うん、福山やと府中焼きって名前に変わるん、そうなん、よいしょ、味が違うん、中身が違うの、わかんない。お好み焼き美味しいよね。いちご、こんばんは。龍角さんチャンス、え、そう、龍角さんチャンスだなって思って、咳されとったから、龍角さんチャンスって感じ。昨日の坊主の人、そうなんです、昨日の坊主の人なんですけど、坊主はもう封印させていただきました、ね、申し訳ございません。でもゆいにゃんに言っとった、言っといたの、もし一緒に坊主したくなったらいつでも一緒に坊主しようねって言ってある。だからユニアンが坊主したいなって思ったタイミングがあったらぜひ言ってほしい。ペダルの最後の方、胸を3回ペンライトで一緒に叩くようにしてる。ペダルの最後の方どこだろう。生きることがペダルを踏み続けること、誰も苦しいものだ、自分、あ、自分のためだとか、ここや、多分、わかんない、合ってる、封印の坊主、なんかそう、封印坊主、坊主封印させていただきました。こんばんは。府中焼き、府中市、あ、府中市、北雑誌、来た。こんばんは。福山市と府中市は隣接して、あ、そうなんだ、福山市の隣が府中市なんだね、なるほど。岡山じゃない、うん、福山、もう岡山と福山間違えちゃう。いっちご、こんばんは、やっほー。坊主スタイルでお話し会、え、めっちゃわかりやすいやん、そんなの。え、明日来てくれる人っていたりしますか。明日はね、3期生14人全員レーンがあるので、3時間目と5時間目だったかな、多分。車にまだ席止まるのがちょっと、え、なんか今日席されとったから、ちょっと大丈夫ですかって感じです。府中焼きは豚肉のせ焼きじゃなくてミンチョのせ、え、絶対美味しそう、食べてみたいな。豚肉じゃなくて、え、絶対美味しいよ、そんなの見ないでもわかるもん。別に口内でも困ってる、チョコラ、え、口内でも困ってんな、どうしよう、ビタミンプレゼントをする、いや難しいな、チョコラ BB で治るもんな、あの飲み物でも、それでも錠剤の方がいいよね、そんな買う時間がない。正解、完全にお目にかかります、こんばんは。さっきも配信少し、そうだから心配ですね。いちご、こんばんは。 CD が変えたらレイン行く、え、ほんと、ぜひ、え、アピールして、アピールして。あれよね、くるくるさんのさ、あのあれだよね、うちわ、裏うちわの方だよね、覚えとりますよ。14人全員とお話し、そう、お話し会は、うん、今回明日、うん、明日のやつは14人が多分並んどって横並びで1人ずつ話できるよってやつだと思います。
でも多分G4人もおったら時間少ないんかな、普通のあれより。千人会場からなんとかのところにいます。あ、そういうこと、もう近くに住んどるってこと。ナイスすぎる。じゃあ来てくれるということで、ぜひお時間がありましたら3期生のところに来てください。こんばんは、ごめんなさい。のクレニアンとヒジリンのライブ見てくれ、東京来て。クレニアンとヒジリンさん、クレニアンさんとヒジリンさんが一緒にライブするの、何それ、見たいんですけど。エイト好きだよね、思っとった。エイトが好きなんだよね多分。なんか分からんけど、一応明日おきぽと同じ例になりそうな気も。明日、あ、明後日か。そう、明後日さ、誰と同じ例になるんでしょうか。しかもね、3期生1人だけなんよ、先輩の例に1人ずつだから、どうなることやら、めっちゃ緊張してます。おきさんの例やったら誰だったっけ、うつみさんだったっけ、あれ。明日福山行くよ、あら、ぜひお越しください。ん、3期生のとこ来てくれるのかな。ショコラ BB のドリンクを、あ、ドリンクね、なるほど、 OK。 朝時間があったら買うわ。時間があったらね、わかんない、なんかあったら。あーちゃん残念、いけないよ、田植えだから。あ、田植えをするの明日は、あら大変ですね。お気をつけて、足元がお悪いので、田植えは多分こうやってだよね。明日会いに行くよ。ありがとう。アピールして、俺だよ俺って。これ俺詐欺か、ごめん。関東に住んでるから福山と、ああ関東に住んでるのか、そっか、福山遠いね。そうなると確かに、私もさ、なんか STU とかだったら広島とかが多いから、全然ね、なんかそういう系のイベントは参加できんくて、あらーって思ってた。明日クリスマス T シャツ、絶対わかるよそんなの、もうすぐ見つけるわ。じゃあ明日さ、くるくるさんのところも行くってこと。いいな、私も並ぼうかな、くるくるさんのところ。ちご、こんばんは、大阪で会いに行こうかな。大阪来てくれるんですか、ありがとうございます。ぜひぜひお越しを。大阪はさ、あれ、私どこに置いたっけな、忘れちゃった。でも大阪、私5時間目とかやったっけ、5時間目でしたよね多分。待って、私あれだ、あのテロップじゃない、あのなんだっけ、あれに書いたんよね、じゃん。待って、お、書いてありますね、4時間目だ、4時間目です。あとプロフィールにも一応ね書いたんですよ、なので詳しくはそちらをご覧ください。いちご、それはもう英語、いちごなんですよ。いちご、こんばんは。ハゲ写真まだゆうかっぴにバレて、え、わかんない、どうなの、ハゲじゃないですよ、ハゲとか言わないでください、坊主です、あれは坊主ってか、まあ、スキンヘッドなんですけど、坊主です、やめてください。ハゲはちょっといろいろ良くないかも。まあでも誰かがおっしゃってた、ハゲはもう髪型って、ハゲも髪型なんですよ。そうそう、リネと、あ、オキさんとリネさん、リネさん、うつみさん、オキはリネさん一番連だったら濃すぎる、確かに。でもさ、なんか岡山じゃんお二人とも、だからゆいなちゃんとか、ひーたんとかだったらめっちゃ岡山レーンにもなるしね、どうなることでしょうか。いちご、こんばんは。うん、ハート、ハート3つつながってる、ハートありがとう。めっちゃお腹鳴った今。俺はもうハンバーグ一緒の流れ、俺だよ俺、ハンバーグだよってやつね、ハンバーグだよって。明日福山に行くよ、始発の新幹線で行く。本当、3期生のレーンぜひお越しください。始発の新幹線めっちゃ朝早いね、遠くに住んでる方かな。どこにレーンになるのか、口引き、そう、明後日だよね、明後日は、そう、口引きで、明後日もね、STU 祭があるので、ぜひ来れない方もね、 YouTube で配信をするとのことなので、ぜひご覧ください。俺じゃ分からんかな、分からんや、確かに分からんわ、ね、分からんわ。じゃあ分かった、あの分かった、ショールームで行った後に、え、俺あの服だったんだけどみたいな。こんばんは、こんばんは、違う、こんばんは、こんばんは、こんばんは。大阪は個別連なら3期連は明日、そう、大阪は個別連です。3期連は確かに明日だけだね、明日の3時間目と5時間目だった気がします。自分もなんとかと間違えて別ルームでコメントしてしまった。なんてこと、うん、なんだろう、わかんない。うん、ナイツさん、レインボースターありがとう、ありがとうございます。今日落ち着いてるね、なんか落ち着いてるわ自分。ハゲって星にならない、それのハゲとかいう単語結構星になりそうで、謎の言葉が
星になったりするから難しいですね。こんばんは、こんばんは、いちご、こんばんは。初めてかな、初見さん、ありがとう。はい、は OK で、ハーゲー、ハーゲーはなんでなんでしょうか、難しいですね。ショールーム、星になる言葉考察チャンネル解説せんとやな。あさって何がせん発表ありそうな雰囲気すごいな。あさって YouTube で配信されるから、そう、そんな感じしてるの、みんな的に。そうなの、なんかあるんかな、どうなんでしょうか。変期生のあさっては配信で見る、ぜひ見てください。あ、でもそうだよね、あさっては配信があるからやばいね、表情がやばくて、私はもう振りに集中しすぎて表情が終わるっていう現象が起きすぎていてやばいんです。明日の3時間目はパセリ先輩と隣のレーンだね。あ、そうなんですか。パセリ先輩の隣のレーンが3期生レーンなの。そうなんですか。パセリさん、パセリさんは刑事ドラマが好きとのことで、そう、私はあの科捜研の女のモノマネができるのと捜査一課長がめちゃくちゃ好きなんですよ。だからその話がしてみたいですね。お恥ずかにかかります。嘘ですね、ありがとうございます。しんさん、ハートありがとう。ハート、わかんない、ハートハーゲンダッツ欲しい。ハーゲンダッツはハーゲ、あ間違えたわ、欲しいならんね。ハーゲンダッツ欲しい、ならないね、同じ考えしとるやん。布団が欲しいになるのにハギはならん、なんでなんだろうね。難しき問題ですね、非常に。もしかして前奏の発表順なんじゃないかなと。よさ、あ、なるほどね。どうなんでしょうか、マジで何にも分からん、私たちは本当に。さては3期生のパフォーマンスあるのどうでしょうか。あ、でも一応 STU 祭は総勢48名が参加っていうのは書いてあったので、まああるにはありますよ。福山泊まるのどうなんだろう、わからない。あ、ネタかぶった、仲間仲間するな、ハーゲンダッツ。エイトより自分のこと気になってます。そうなの、エイトよりすごい、エイト全体に勝ってしまったの、すごい珍しいですね、ありがとう。こんばんは、こんばんは。これ何、これ何、花、お花、これ、あ、これ何のお花だろう、バラ、これ何のお花、カーネーション、母の日のやつかな、これ何、これお花くれた、何これ、何のお花だろう、ありがとうございます。山さん、お花ありがとう、お花や、ありがとう。仮想機お願いします。しょうがないな、久しぶりにやるな。ちょっとチューニングするから一瞬ミュートにさせて。オッケーオッケー、来たわ。待って、待って、科捜研の女、科捜研の女、これだ、これです。事件だわ、大変事件だわ、これですね。いちご、こんばんは。明日福山2年生なんだよ、休みなさい。また明日、また明日ぜひお会いしましょう。そっか、早く寝ないとだね、私も早く寝ないとなんですよ、実は。だから今日、今私何時に始めた、10時5分やんな、11時ぐらいに終わりたいかな。カーネーション、あ、カーネーションやっぱ母の日だからかな、ありがとうございます。母なんですか、私は。まあ星の理由は、星には説明できない、もうコントみたいになってる、星の理由が星じゃん、もう星なのそれは。うん、未成年が星の意味、あ、そうなんだ、未成年も星になっちゃない、10年の並び、あやお順やろうな、どう、でも多分そうじゃないかな、わかんない、どうなんでしょう。いちご、それはもうあのブリーチかも。あ、でもマットマークいちご農家、ありがとう、嬉しい、ありがとう。それはでも黒崎さん入っちゃってるかもね。カーネーションだと思う、こっちは表示されないから。あ、そうなの、やすこ、やすこではないですよ。やすこさんってあれじゃん、あの芸人さんでいるよね、ヤミーマニーみたいな方、マニーヤイヤイみたいな方ですよね。煉獄さん、煉獄さんですか、しょうがないな、うまい。やばいね、なんだっけ、よもや、よもやだ、よもや、よもやだ、柱として不甲斐ない、ちょっとなんか違うわ。佐口さんのモノマネ、そう、佐口康子さんです。あ、似とった、でも今日なんかあんまり似てない気がする。
ちょくちょくカメラ近え、それな、私さ今さ目がめっちゃ悪くてさこうやって近づいて読んどるよね、だからだと思う。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ジャム王子は朝配信ね、私も見たよ朝配信。私さ今日の朝さベッドから落ちてさ目が覚めたんよ、ベッドから落っこちて、痛いかもって思って、その3秒後ぐらいにピローンって通知が来て、え何と思ってみたら清水梨紗子が配信を始めましたみたいな来て、えって思って見たんよ。びっくりしすぎて LINE しちゃった梨紗子に、マジベッドから落ちた瞬間梨紗子が配信始めたって言って、新潮順を決め、あ新潮順絶対最後やん、そうなってきたらかなえちゃんが絶対先。ねずこ、ねずこ、ねずこってどんなん、ねずこ喋らんくない、うんうん言っとるだけじゃない、ねずこ、ねずこって喋らんよ。こんばんは、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 いい声ありがとう。メガネかけようよ、そのメガネをさ推し進めてくるね、メガネ好きなの。リサ子のね、そういうこと、リサ子のせいで私は布団じゃないや、ベッドから落っこちたんですか。めっちゃびっくりしてさ、はい、なんか落ちた、痛いと思って、えピローンみたいな、えってなったもん。うつぼじゃレッスンお疲れ、うつぼ、うつぼどんな間違いしてるんですか、珍しい間違いですね、ありがとうございます。ちなみに1号ですね、ごめんなさい、ちょっとインフラ踏まないでもらってすいません。もうやばい、やばいね、痛いの痛いの飛んでけ、ありがとう。なんかその子供ですか、私はリサ子と仲良すぎ、え、そういうのリサ子が好きなんですよ多分私のこと。まずにお目にかかります、こんばんは。で今そんなコメント見た気がする、落ちて起きた、そうしマジでびっくりしたの、ベッドから落ちたで、いったって思って3秒後ぐらいにピロンってきて、何え、リサ子みたいなベッドから落ちた、寝相悪い、え、わかんない、寝相悪いんかな、なんかわかんない、珍しく落ちた、あんまり落ちたことないんだけど、危ないよね。でもさ、清水ちゃんの配送いましたよ、みんなも見とった、やっぱ。じゃあ前田さん、それもういちごっぽいけども違うんよ、めっちゃお腹鳴る今、お腹空いたし、まだご飯食べてないんだよね。でも自身もコンタクト裏返しにいて、いたってなったって言ってたね、言っとったね、コンタクトをねちゃんと入れないと痛いよね。3期生で一番大きいの、そう私が3期生で一番身長高い、166かな、最後に測ったのが166だったから、なんかワンチャン伸びてる可能性もあるかも、私1年に1センチ伸びてるんだよね、だからワンチャン7説もある。今アホ毛に、え、私アホ毛やばくない、今日、今日とかいつもなんだけど、別にすごくないこれ、すごいじゃん、パフパフしとる。明日は抑える、でも明日さ雨とのことでさ、私湿気に弱いんですよ髪が、めっちゃ雨とかだったらもう湿気で一瞬で終わるんですよ髪が。明日やばいかも、明日もうボッサボサかも、え、やだ、やかも、直す時間あるんかな、どうなんだろう、え、どうするんだろう、先輩とかどうしてるんやろ。髪の毛かわいい、え、これ、このアホ毛がですか。昨日もじゃ、そう私アホ毛やばいんですよね、アホ毛やばくて、なんかヘアオイルとか塗って寝てもパッてなる。パフパフつむじ、つむじも、スムージーみたいにつむじのこと言わないでもらえますか、すごくない、話し変えてメイクさんつかないか、え、どうな、え、わかんない、あんまわかんない、え、どうなんですか先輩、誰かさぶき、私ね、先輩方と遭遇したんですよ、数名の先輩と、めっちゃやばいって思った。でもその時さめっちゃなんか息できなくてマスク外してなんかお疲れ様ですって入ってったら先輩いて、あーやばいってなって即マスクつけたねそれも帰りの話かも、雨、あそうなんだ、大雨か、私雨やばいんだよね本当に。いや卒業する頃に176センチ以上、そんな10年計画立てられてるの気づいたら、10年後ってやばくない、28歳よ、28歳ってやばいね。あでもゆきりんさんとかすごいよね、そう思うと28歳か、28歳、こじはるさんとか27歳やったっけ、お辞めた時。嫌なら昨日の坊主、え、それな、坊主だったらそんなこと気にしなくて、え、坊主って最高かも、最高かもしれない。明日はタオルかぶってあげない、もう、え、みんな同じこと言うじゃん、もう同じことばっか言われる。明日はちゃんとこういう感じでいく、でも明日どうしよう、耳かけるかかけないかどう思う、でも下ろしたいな、下ろそう。やや、こんばんは、こんばんは。雨で髪がボサボサになるんですね、いちごだけにどういうこと、
あ、雨でねここが生えてくるってこと。そう、ほんと湿気に弱すぎて髪がやばいの。お話し会はジメイクだよ。なんで知ってるのみんな。先輩は誰と、先輩は誰と遭遇した方。私が今日遭遇、え、言っていいんかな、言っていいんですかねこういうのって。同じ感覚の人いる。そういうのもずっと同じこと言っとるで。こんばんは、こんばんは、可愛いです好きです。押すしかないやん、すごいすごい勢いですね。ありがとうございます。とんでもない勢い、あ、好き、うかーいみたいな勢いだね。いちご、こんばんは。辞める頃には300歳も、どんだけやっとる。もう40年やってない。34年ぐらいやるってこと。もうやばいって。もう40、50、52歳とかだけど大丈夫そう。個人ハルには急所つかない、ごめんなさい。違うんです、これはちょっとオタクすぎて小じはるさんっていう、文化がなくて小じはるって言っちゃう。小じはるさん、明日は私服。そう、明日は私服ですよ。楽しみですか、私がどんな私服なのか。皆様、ぼやかす感じがおしゃれかも。ぼやかす感じ、髪の毛。スタクジム先生は、マンシカ研究生はおろし以外の髪型ダメだってクルピさん。あ、そうなんですよ。だからね、おろしますよ。おろすんですけど、耳かけは許されるはずだから。耳かけるかかけないか問題、私が悩んだるな。でもかけないことにするわ。多分かけない。結構、こんばんは。なんとか本当ですね。ポンポンホンホン、どういうことまず読みにかかります。こんばんは。言い訳、メイビー好きなのかもしれない。いいよね、めっちゃいい曲、大好き。いちご、こんばんは。それだけに15年は続けど、15年ですか。15年、何歳だと思っとる。33歳アイドルですか。まあでも、そう、ゆきりんさんが何歳までやってくださるかって感じ。え、ダンスの先生、先生声でっか。先生ですか、本物先生。間に合った。こんばんは。いちごちゃんは高見菜とも、わかる、高見菜って言っちゃうかも。高見菜さんね。もうなんか本当にその文化がなさすぎてやばい、やばい。換気扇は制服かと思ってた。え、私服です。なんかね、明後日は制服。あ、わかんない、どうだろう。くるくる、恥ずかしくて今まで大きな声で言いませんでした。タイプです。ありがとう、ナイス。なんかそのいちごの絵文字絶対つく。語尾いちごなの。ありがとう、嬉しい、ありがとう。明日楽しんで、ありがとう。明日ね、ぜひみんなも来れる方は来てほしいです。耳をカットする、もそのもの、なんか猫ですか、野良猫とかが耳をカットされるやつやん。本物それ。本物、日本語喋れん。明日祝福なイチゴちゃん。そう、明日私服です。明日祝福、しゃべれん。私服ってめっちゃ喋りづらくない。私服なんですよ明日。みんなどんな感じだと思いますか。ちょっとだけリサコのリアクションでコメ読んでください。リサコは可愛いとかで、可愛いですか、ちょっとやめてくださいよ。これリサコ、わかるかない、言いたいこと。見てる人、チゴチゴチゴとか最高。チゴチゴなの、やだ、ざわざわにして、ざわざわがいいかも。きたきた、ざわざわかな、やっぱ。そう、明日私服、髪の毛で、ね、猫耳作る、髪の毛でダメじゃない、それ多分怒られそう普通に。すごくないこの髪、すごい、これすごい、みんなびっくり。家からジャージで来る、家からジャージ、家から私服で行くよ多分。わかんない、どうだろう。ジャージ着替えるってこと、どういうこと。地域いちご、どう私服、それも お腹かも。私の腹、違いますよ。私服の私服でしょ、もうじゃん。ラッパーですか、もうびっくりしてるよ私は。みんなインフムのなんか同音異義語やめてもらえますか。私服のイチゴドキドキ、スーツも似合いそう。スーツいいな、そういう服も好きなんですよ。イチゴ柄の私服持って、私全然持ったらそういうの持ってない。イチゴ柄の私服ないわ、ないね。イチャールームかな、配信間違えたかな、あ、ごめん。違いますよ、これはイチゴのルーム。これリサコ、むしろざわざわで、ざわざわ、なんかさ、チゴチゴチゴだとちょっとリコチさんっぽくなっちゃうから、パクリかと思われちゃう。きたきた、ざわざわ、いちいちのどれかにし、あ、でも
ワイワイもあるのか、北沢いいでワイワイもあるかも。お話し会の決済明日まで、え、だってみんなお話し会の決済は明日までです、よろしくお願いします。素早く美ボディ10回、いいよ素早く美ボディ、すぶつけっけっけ、はい終わりでした、すいません、はいごめんなさい、待ってもう一回やっていい、素早く美ボディ、素早く美ボディ、素早く美ボディ、すぶつけっけっけ、はいすいませんでした。寝癖なら外跳ねも OK、 なるほどね、寝癖、私今日めっちゃ外跳ねだったの、なんかちょっとだけ直したんだけど、決済しないとお話できません、そうですよそうですよ、犬の毛で猫耳も、矛盾、それは矛盾してるよ、盾と矛と塞ぐものあり状態だよ、大丈夫。福山って何県、福山は広島県だよ、広島県福山市です。でもなんか誰だっけな、姫野ちゃんが今日言っとったのはほぼ岡山に近いんだよねっておっしゃってた、おっしゃってた、言っとったから、岡山寄りの広島、プラスチックの下敷きでゴシゴシ、あ分かる、小学生の時やっとったよね、こうやってパシャってやつってやつ、でもえでも自分でできるよ、ほらやば。お初にお目にかかります。お急に急にどういうお家を間違えたんかな。一五一へ、そう一五一。一五一ちゃん福山in 行くのかい行かないのかいってこと。行くのかい行かないのかい、どっちなんだっけ、どっち大みたいなやつ。筋肉でしょ。ジゴこんばんは、チコチコ、それちょっとリュコチさんなんよ、ジゴちゃん美人の上に可愛いね、ありがとう、めっちゃ褒められてる、ありがとう、え、ありがとう、すごいじゃん、褒めレッツチコチコ、それちょっともうやばいかも、うん、ワイワイだと YouTube でゲーム実況やってる人みたいになるけど大丈夫、ワイワイしとるってこと、北沢きたきた、タザタザはちょっとやばいか、なんか何事って感じ、タザタザ、ザワザワ、ワイワイ、いちいちだね、好きに呼んでいいよ。もう一回ニックネーム、ベリベリまだ諦めて、あ、ベリベリね、確かにベリー、ストゥーバリーってことですよね、ストゥーバリー、ベリベリー、ベリベリー、なんかベリベリしとる、なんかマジックテープって感じ、神神神神神神ですか、神神いちご、なんかあるよね、カムカムレモンみたいな、素早くは言わないで、ビボディだけ、そういうこと、あ、そういうこと、ビボディ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 、え、完璧じゃない？え、今のやばくない？え、アナウンサーですかって感じだったと思う。うちが世界使う、え、そう、なんか激褒め大会の会場ですか、ここは。ありがとうございます。こんばんは、うちがちゃん配信頑張るね。ありがとう。こんばんは。そう、頑張ってるっていうか、うん。いちごルーレット、そうだよ。どっちなんだい？絶対に。コスプレが OK になったリコチンでイチゴの着ぐるみの日付、あ確かにありかも、イチゴの1月5日とかにさあったらさ最高じゃん、さすがにそれはイチゴじゃん、さすがに。でもリコチさんのあのかぼちゃのスーツ普通にかっこよかった、なんかもっとなんかやばい感じかと思っとったけど普通に似合っとった、スタイルがいいからね。こんばんは、こんばんは、うん、大石さんレインボースター4つありがとう、ありがとうございます、ありがとう。明日は桜坂、あ、福山、それは、うん、福山、もちろん正春さんかもね、それちょっと正春ってるかも、車の除雪機、除雪車の助手席に助手席にジョセフィーヌ、除雪車の助手席にジョセフィーヌ、助手席助手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 、はい、ありがとうございました。明日明後日どうぞよろしく、え、来てくださるの嬉しい、来てくれるんですか、ありがとう、ぜひお越しください。あさっては、明日は14人連3期生の連で、あさっては STU 祭と先輩方の連に参加させていただきます。 STU 祭は YouTube でも配信するのでぜひ来れない方も見ていただけたらなと思います。 STU 祭ね、やばいね、高校生組の配信後で見ようと思った、10時過ぎて終わった、あそりゃそうよ。高校生ってやばいよね、普通にみんな JK なんだよ、 JK ってやばいし、もうなんかもう遠き昔の、はるか昔の記憶かのように感じるもん、 JK なんて。リコーチ、イチゴチ、もうそれパクっとるよね完全に、うん、かぼちゃのスーツに対抗してイチゴのスーツ着る、そんなん売っとるんかな、でもかぼちゃのスーツが売っとるなら売っとるかな、めっちゃお腹なりそう。3期生のこの子のパーツ好きっての新しく見つけた、難しいな、でも私本当に
人間の顔面で好きなのは下まつげと、あとは上唇が薄い人と、いや喉がめっちゃこう出とる、喉の骨が見えとる人とか好きなんですよ。あと強さニュートツキン、これはマジで最強。強さニュートツキンっていうものは本当に最強なんですね。皆さんもわかりますか？こんばんは、こんばんは、はじめまして。あ、フォローもありがとうございます。こんばんは。毎月15日はイチゴの日で、なんかあ確かに15日はイチゴの日やね。えでも来るやん、そろそろ。じゃ母の日じゃない。お疲れ様です。こんばんは。カバティカバティ言いながらする、球技を知らないの。え、カバティってあの分かるよ、カバティでしょ、スポーツ、あの球技だよね、それ。え、カバティでしょ、知っとるよ。竹崖に竹、あこれね、竹崖に竹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 。はい、ありがとうございました。いや世界にこの、そう、なんかどうしたん、大丈夫？天使になっとったの。え何急に、すごいじゃん。褒めまくりデーですか今日は。いちご、こんばんは。カバティアニメでもやって、え、そう、なんかさ漫画のやつがさアニメになっとるやつやろ、知っとるで。僕は上唇が5枚あります。え、化け物だよそれ、申し訳ない、言葉を選ばずに言ってしまうと化け物かもしれない。うん、ごめんなさい本当に。強さに言うと、え、強さに言うとつきんが最強なんで、本当に皆さん強さに言うとつきん、強さに言うとつきんと下まつげ、はい、そして喉、あとは指ですね。指がめっちゃごつい人、女の人で指がごつい人最強ですよね。くるくるの下まつげと薄い上唇が好き。え、くるくるさんの下まつげ観察したい。なんかさあんまり写真とかだとわからんじゃん、なんかだからめっちゃ近くにこうやって近づいて下まつげって見たいです。でもなんかキモいよね、急にあ、はじめまして、あのちょっと下まつげ見てもいいですか、すいませんって言って。理科室の子違いますよ。そんなさ、あれはもう骨なんです、人間でもないです。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。カバティカバティって言い続けてる間は攻撃できる。あ、そうなん、そういうルールなんだ。カバティはカバティって言っとったら攻撃、え、じゃあ一生カバティって言ってたら一生攻撃できるってこと。くるくるならそろそろスクショタイムをして終わりのトークをする時間、あ、43分。私は11時までやるよ今日はね。時間もあれがうまいよね、くるくるさん。唇5枚は下2枚よりはマシかと。ああ2枚舌ってことね。うまいこと言っちゃって。じゃあ握力はどれぐらい、え、どうだろう、どうなんでしょうね、わかんない、覚えてないんだよね。でもなんか嫌なことを考えてギュッてやったら握力めっちゃ上がるよって友達に言われて、握力上がるギュッてやったらなんかめっちゃ強かった記憶ある。でも覚えとらん。こんばんは、こんばんは。ちほちゃんの下まつげも美しいから。え、それな、ちほさんの下まつげやばいよね。私さもういつも思ってた、昔から、え、下まつげってもっとあれやばいですよね。何事なんでしょうか。ちなみに私の下まつげはあんまりない。カバティは息継ぎなしで途切れたら後者。あ、そうなんだ。そう、え、じゃそれなんか肺活量が大事だね。先輩の今日さ入道付近、え、なんか空港さ入道付近でここなんていうの、うん、これ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 ここ。いや大福さんこんばんは、こんばんは、やっほー。明日クルクル見つめられたらどうなる、え、死ぬ。あ、マジそう、こういうこと言っちゃいけないですよね普通に。明日クルクルさんに見つめられたら、でも死ぬとかいう言葉よくない、召される、え、なんて言ったらいい、絶命、なんて言ったらいいですか。麦さんレベルなく、麦さんギュッ。こんばんは、こんばんは。てほちゃんのマスカラ落とす配信かわいい。え、何その配信かわいい。マスカラをマス、あ、しゃべれ、マスカラ落とす配信をされとるの見たいです。横顔素敵、ありがとう。横顔ですか、よいしょ。ここ絶命で笑って、え、なんて言ったらいい、え、じゃあみんな推しに見つめられた時の感情教えて、普通に。これ何？カッコ四角、わかんない。みんなは推しに見つめられたらどうなる？私は多分本当に握手会とかで目めっちゃ合っとった時はやばいって思って、娘目そらしとった、やばって思って。いちごの首はセクシー、セクシー。めっちゃここにほくろあるんだよね、そういえば。天に登ってしまうといえば、あ、なるほどね。別世界に召され、あ、そういうこと？召される、召されるって大丈夫？
しんなみたいな言い方言い返しよう。だってなんかしんなちょっとあんまり良くない。往生な、あ、往生しちゃったみたいな明日は先輩と一緒の初めての仕事。いや、先輩と一緒だったのはね6周年かな。6周年と、うん、6周年の時に初めてお会い、あのリハーサルで初めてお会いしてみたいな感じかな。そうだから、そうだね、先輩方全員と明日はお会いできると思うので緊張します。言い方を置いといて、とりあえず命は大切、そう、命は大切にしましょう。皆様、推しに見られたら成仏、あ、成仏ね、なるほど、昇天、あ、うん、難しいな、なんて言ったらいいんやろね。うむ、お、もう分かんない、成仏できます、成仏、成仏って言ったらいい、なんて言ったらいい、これね、あ、そう、これあの天使になっちゃう、え、天使になっちゃうはどう思う。じゃ、なんかおかしいか、ズキュンってなりますわ、どうでしょう。あ、なるほど、かわいいわ。ちょっと実践するね、岡田奈々さんで、じゃん、ありがとうございました。なかった、あの答えは分かった、悟りを開くでした、私の答えは。インクは星にならないよ。下はしれっとくるくるの横にいちごちゃんいるぞしれっと、え、でもさ、明日お会いできるかな。あ、お会いは多分できると思うんだけど、お話できるかどうかわからない。どうでしょうか、明日は。あ、これ読んだねどうだろう、話せるかな。てか、なんか話せる機会があったとしても私がコミュ障すぎて話せないっていう問題が発生するかも。その時はごめんなさい、私知らなきゃにはいかん。あ、確かに確かに、いやでもそうだよね、岡田奈々さんがこの世を生きていただける間はマジで頑張って生きていく私もてか岡田奈々さんさ、手術されとったよね。手術されとって、手術されたんって思って、お大事にです。天使とかになるの推しよりも尊いです。あ、確かに、やめよう、絶対にやめる。うん、なんて言おう、じゃあ、なんて、なんかさ難しいよね。天使、うーん、あちらの世界に行ってしまいそう。なんか違うか。でも話しかけないと理が、確かに確かに、え、ジレンマなんだけど、ジレンマだよ本当に、ジレンマ、今すぐに、なんか、え、そうだよね。でもめっちゃ咳されとったから、明日多分お話し会やからいっぱい話すと思うし心配。他には、お星様になる、あ、星様になるね、なるほど、確かに王子様になりそうです。見つめられて王子様になりました。なんかでも伝わらんくね千代大福さん、オンラインお話し会行きます。え、本当、ありがとう。お話し会、お話し会はね、なんだっけ、今日まで決済らしいので、ぜひ。嬉しい、当たったの、ナイスすぎ。先輩前にうまく喋れないときは無言で反復よかったの、どういう状況すぎるそれは。 え先輩がいらっしゃってここに、あ、お疲れ様です。反復よかったもいい、イカレ人間だと思われないそれ。こんばんは、こんばんは。ジレンマといえば中村ゆきなら知らんって、もう知らんわ、ごめんね。私はジレンマっていうと桜坂さんの僕のジレンマだね。ジレンマ、ジレンマ、今すぐに行かなきゃいけない、なんだっけわからんくなっちゃった。ね、ちょっと待って、あ、あれ消えちゃったな。あ、いいんか。なんか、あ、そっか、でも話しかけ、あ、え、話しかけていいもんなんかな、そもそも、そもそも論ダメだよね。なんか私ごときが話しかけるだなんて、おこがま、え、CD 買えばいいん、え、お話し会のさ参加者として CD を買ったらお話できるじゃん、みんなも。だから私も CD を買ったらいいってこと。オラン話し会、お支払い、あ、お支払いました。あら、ナイスです。話そうね、ぜひ。何の話しますか？どうする？こんばんは、こんばんは。ね、みんなのこと覚えたいですね。ナナちゃん、全役で声が出なくてごめんなさいって言った後に、喉、え、そうだね、私めっちゃ覚えてるの。岡田奈々さんが喉の手術をね、された時ね、私、中学生ぐらいで、なんか、バスケ部だったんですけど、バスケの、休日練してて、なんかニュースみたいなので出てきて、え、どういうことみたいな、大丈夫かなって思いながらボールついとった、ずっと。マジのパルシャークのポーズを教えるから。え、パルシャーク、こいつなんだっけ、日村さんがやっとったよね。いつ、こんばんは。
そういやリサ子か誰かがいやすごい歌うまいえ優しいみんなそんなこと言ってくれたの。そんなことないよ。でもみんなうまいみんなうまいよ3期は多分わかんない。3期はみんなね歌うが上手だと思います。お初におめでとうこんばんは。はじめましてありがとうございます。こんばんは。ステイ483期研究生の北沢いちごと申します。ありがとう。ありがとう。かずやさん。メロンパンのあれアバター、これメロンパン、これ何すごい、何これ。北沢市側からくるくるアプローチするならジャムおじしあたりに記録の撮影を頼む。確かに私でもね前話しとったんがね、私がもし中井奈々さんとでも会うことになったら絶対に動画を撮ってくれるって言ってくれた。なんかマジで、でも記録の動画ちょっと確かに欲しいよね、なんか思い出動画じゃないけどね。私岡田奈々さんにマジで会いたいんだよね今。なんか結構な頻度でさお話し会とか行ったりツアー行ったりとか最近してたか、最近ってか数ヶ月前までしとったからさ、めっちゃ会いたいの今。会いたいっていうかなんか会いたいんです。でもまあお忙しい、ミュージカルはねやられとるけどちょっと東京なので行けないですし、うん、なんかねめっちゃ会いたいなって思う。なんかさ推しにさ結構な頻度でさ会ってたりとかお話し会とか行ってたりすると急になんかそういうのがなくなるとなんかふわってなる気持ちが。動画は流出したらやばいよ。動画くるくるさんと私の動画が流出したらどんな動画やねんそれ。お初におめでとうございます。こんばんは、はじめましてありがとう。必要デート三期研究生の北沢いちごと申します。ありがとうございます。なんて読むやろ。しきばあやすかさん、ありがとう。明日とりあえず先輩のリア中とな、先頭か先輩って言っちゃった。リア中と何話すか考えとか、あ確かにリア中ね、そっか荒いやもんね。リア中と話すこと、リア中ネズミでいいな。ごめんこのアドバイス絶対違うね。僕も一度ナナさんの間に入って写真、やめてください、絶対に入らないでください。絶対にやめてくれますか。もうここに入ることは許されません。ここにいるのもうやめて、もう絶対やめて。それは消しゴムマジックで消してやるのさだよ本当に。やだそれはやめてください。今も今日の YouTube 今日アップして、今日もアップされたの。あのあれだよね、卒業公演の裏側がアップされとったけど今日もアップされた。何気になる。アンニョンアンニョン、韓国ですか。アンニョンアニョハセヨバトル、絶対に成功させようね。リアチューもビジネス、あ本当にそう。リアチューってあのさ美しき顔面の造形で中学生ってやばいよね普通に。これからもうどうなってしまうんですかっていう、もう彫刻やんって感じ。氷といちご。さあ撮影 OK タイム。ななちゃん真横を通ったのに充電切れた。おい何してんだよ、何してんの。その動画見せてほしかったのに動画撮れてないんかい。いいな。私はねだからね、私も本当に表情が終わってて、あのダンスとかしとる時の、だからマジで岡田奈々さんみたいに笑顔でめっちゃ可愛い表現力みたいな人になりたいんですよ。リアルな中学生って佐々木さんのパクロ、確かに、あリアルな中学生って言いなよ。でもみやぽんにも使えちゃうよそれ。消しゴムマジックの間違えた使い方、違いますよ合ってます。これは消しゴムマジックで消してやるのさ。地獄に消される。世界線は怖い。消しちゃうよ岡田奈々さん。そんな状況多分ないと思うんですけど、普通に生きてる中で。やめてください。お初にお目にかかれます。こんばんは、はじめまして。すごいはじめましての方がいっぱい来てくれる、ありがとう。はるか猫、はるか猫、はるか猫、どっちやろう。ありがとう。はじめまして ST48 研究生の北沢いちごと申します。ありがとう。私韓国人でございます。おおこんばんは、ナイス。私韓国語喋れないんだよね、ごめんね。多分それと最近サボってるから茂木さんに申し訳ない。うん、茂木さん、茂木さん推しなん。そもそもしょうもないコメントにも丁寧な対応。そうですよ、私はね、なんか今はねコメント全部読めるけどこれから読めなくなるかも。バイバイ、おやすみおやすみ。お話し会お楽しみに、お楽しみに楽しみにしてます。いちごこんばんは。
くるくるも最初ポーチューの表情管理悩んでとかアドバイスもらったり、あ、なるほどね。くるくるさんの表情ってなんか違うな。こんばんは、こんばんは、はじめまして、めっちゃはじめましての方がコメントありがとう。かんすけさんありがとう。こんばんは、こんばんは、やっほー。何その絵文字、ペダルと車輪と来た道との男みたい。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。どこんな辛い思いしてどこへ向かっていくのかわからなくなる。傷んで楽な道とかあるだろう日本語で OK、 日本語で OK、 OK、 任せて。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうや、ありがとう、ありがとう、ありがとうやな。日本人は日本語で充実してもいい。ん、日本人は日本語で充実、うん、日本語で喋っていいよってことかな。こんばんは、明日早起きなのでちょっとだけお邪魔せ。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、私も明日早起きなんですよ。57分。え、ありがとう、教えてくれて OK。 うん、お疲れありがとう。風さんお疲れありがとう。気づいたけどいちごちゃんずっとしゃ、え、そうだし、めっちゃ一生喋れるんですよ多分。みんなのコメントがあれば一生喋れる気がする。だから時間に気づかないとやばいの。正解。今夜のエンディングソングは何ですか。今夜のエンディングソング、でも今日喉痛いからちょっとごめんなさい、今日はないです。ごめんね。今日はペダルと車輪と来た道と、じゃあ。くじけそうな時には風を味方にして中を押してよ、ちゃ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 、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。おい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 、これが今日のソングです。本誕生日迎え、あ、そっか、今日誕生日って言っとったもんね。おめでとう。おめです、おめでございます。おめ、うるさ。またフォロワーさん増えてくるからすぐにコメント読めなくなる。え、でもできる限り読みたいよね。でもそういうの長くなっちゃうんか。マレスさん花束ありがとう。こっち、え、こっちが送るべきじゃない。誕生日おめでとう。誕生日おめでとうございますね。おめでとう。お話し会でもいっぱい喋ってない。でもどうやろう、明日とか緊張して喋れんかも。いや、オンラインとか1対1やったらまださ、このテンションでいいなら喋れる気がする、頑張ろうと思えば。でも私人見知りですので、はい、緊張しちゃうかも。ないと、ネガと猫かぶるかもうん、カズさん音符ありがとう。昨日音符のこと坊主って言っちゃってごめんなさい。 STU フェスティバル、 STU フェスティバル、 STU フェスティバル、男も女もゲイもなんだっけ、みんな分かんなくなっちゃった。わざわざありがとう、ありがとう、こちらおめでたい。いちごこんばんは、おめでとうね。おめでとう、ありがとう、おめでとう、おめでとう。みんな優しいね。皆様おめでとう、ありがとうだ。おめでとう、誕生日は祝おう。みんな14人連はとりあえず大丈夫。どういうこと。明日14人連なんですよ。そう、明日は皆様、明日は福山のビッグローズで、広島県福山市のビッグローズで、あの直接会えるお話し会がありますので、ぜひ近くで行けるよって方がいたらお越しください。あー、目が痛い、目が痛い。12年ってでもどんぐらいの長さなんだろうね。いちごこんばんは、こんばんは。一人何秒、え、でもさ、お話し会やったら10何秒ぐらいあるけど、 CD 買えるかな。え、でも現地で買うやつやもんね。こんばんは。音符のこと坊主って言ってもらっても全然 OK。 坊主っていうのどういう、こう、うん、あれ間違えたんですよ本当に。今後はだったね。そしてこんばんはじゃなかった。ビッグノーズも違いますよ。ビッグノーズですよ。ビッグノーズはもうお花かなって感じ。福山、そう、福山ね、宇都宮さんが配信されてる。え、見た、見ようかな。皆さん大丈夫ね、みんなおめでとうって言ってあげる。福山さん、明日は福山正春ではないですよ。ハッシュタグいちごねろ、ありがとう。明日早起き頑張ります。早起きして、うーん、そう、見れたらくるくるさんの配信も見ちゃおうかな。14人ハゲが並べばおもろい。みんなにあれやらせる。ハゲはやばい。ハゲって言葉よくないかも。まあ、でもハゲも髪型説はあるから、坊主だね。いきます、いちご。え、来るの。ぜひぜひぜひ、楽しみにしとりますわ。
やましい。表情の練習だけさせて最後にお見送りにちょっと毛が生えてる感じが、あ、なるほどね。お見送りぐらいのスピードかでもない。みんないるとあれよね、ちょい長ぐらいお見送りより。練習しとくね。ありがとうございます、ありがとうございます。あさじゃくせつ、お話し会楽しんできてありがとう、ありがとうございます。明日は直接のやつで、明後日も直接なんで、明後日はSTU祭に参加しますので、来れない方も YouTube 配信あるのでぜひご覧ください。いちごネロ、それはネロマジ無理、一人一言くらい声かける。あ、なるほどね、かわいい、ありがとう。一人一言、全員の名前呼んでったら、エリアチュ、いいなみたいな。ビッグ坊主、大きい坊主なんですよ、海坊主ですかって感じ。さあ、お参加会楽しんでね、ありがとう。よし、ということで明日は足も早起きして、私まだご飯食べてないのでお腹がペコペコって感じの、なんか食べて寝ます。今日は入浴剤を入れちゃいます。仕事で行けない、仕事なんか大変だね、仕事や仕事か。ちょっと待ってね、壇上じゃない、15位から読みます。待ってください、15位から読んでしまいましょう。はい、すごいぐちゃぐちゃ読みます。15位から読ませていただきます。15位がいちごうさん、14位がなりちゃん、13位がマルスさん、おめでとう誕生日、12位がりんごさん、11位が豊中のひろさん、10位がえんちゃん、ありがとう、9位がひーくん、8位がりきぬさん、7位が長崎県民アットマークアイリスさん、6位がりかさん、5位が栃木のすーさん、またどこまで読んだ、4位がトンさんよね、合っとるよね、3位がももわるくんで、2位が大石さんで、1位がべまんさん、ありがとう。え、変わっちゃった、大丈夫、変わっちゃったけど変わっちゃったんですけど大丈夫そう、もう一回読んどく、変わっちゃった。じゃあちょっと待って、読めてない方で載っとったら読むね。15位がちゅうちゅうさん、ありがとう。あと変わったところある？変わってないよね、大丈夫かな、変わったかな、なんか大丈夫？配信ありがとう、ありがとう。晩ご飯ステーキ食べないよ、それくるくるさんはステーキ好きかもしれないけど、配信ありがとう、応援してるよ、ありがとう。お疲れ様。明日はお話し会なので、はい、初めてのお話し会ということでめっちゃ緊張するんですけど頑張ります。バイバーイ。変わってないように見える、変わってないか、 OK。 じゃあ明日お会いしましょう。配信お疲れ様、ありがとう。え、明日さ、明日夜配信できるかな、できるかな、明日待って考えるね、ちょっと待って。いい夢ありがとう、またねおやすみ。して夜、まあ、ギリできるか、できるわ、できました、多分できるわ。よしごめんね急に、ということでバイバーイ。7から8になった、あ、順位がね、おやすみということでバイバーイ。ギリできる、多分できると思う、多分ね、バイバイ、バイバイ、おやすみ。また明日来てくださる方はぜひ。じゃあねー、バイバイ。